からこんにちは、ロアです。今日はですね、去年もあの海動画を上げたんですけど、今年も上げないんですかっていう質問結構ツイッターの方に来たので、今年も上げてみようと思いまして、今回は電車じゃなくて運転してきました。木更津の海にしました。はい、ちょっとどんな感じなんだろう、初めて来たんですけど、今年初海だ、楽しみます。かき氷だけだと少ないのでタコ刺しです。あと伊勢海老を頼みました。まさか海の上に伊勢海老があって、それを頼みました。少々お待ちを。タコ刺しいただきます。すごい、タコ刺し出てくるのめちゃくちゃ早かったな。いただきます。ちゃんと美味しい。海の上舐めてた。タコ刺しってあるんだね、海の上に。珍しい気がする。はい、伊勢海老が来ました。すごい、海の上で出るあれがないですよね。すごい、伊勢海老いただきます。すごいよ、すごい。わあ、伊勢海老やばい。あ、おいしい。帰ってきた。贅沢。ラーメンいいな。これいいじゃん。海の家で伊勢海老あるの初めて見た。海の家で食べれると思ってなかった。嬉しい。はい、ということで海に来て、そんなに時間的にはいなかったかな。1時間半から2時間ぐらいかな。1時間かなくらいしかいなかったんですけども、はい、ちょっとこれからもう時間なので帰ろうと思います。はい、でも海楽しかった。うん、一人だけど楽しかったです。かき氷食べて、伊勢海老食べて、タコの刺身食べて、もう一回海に入りました。はい、ちょっとまた機会あったらもうちょっとちゃんとしたやつ撮れたらいいな。それではまたね。